たくみくんからすごいいいボールが来て、本当触るだけだったんで、本当たくみくんのゴールかなというふうに思います。そうですね、結構さまざまな動きをしながら、結構相手の裏とか入りながら、本当最後ここに来るだろうなと思って走り込んだんで、本当そのところにボールが来たんで、本当その通りに動いてよかったなというふうに思います。本当は開幕戦でゴール決めたかったですけど、まあその地道に、まあ、焦らずやって今日決めれたんで、自分的にはまあ早かったの方かなというふうに思います。点取った時間帯では結構良かったかと思うんですけど、やっぱ最後押し込まれる時間が長くて、そこで耐えられなかったっていうのがチームの課題だと思うんで、その辺をまた練習で見つめ直していかないといけないなというふうに思います。そうですね、まあ、得点取れたところは良かったですけど、まだまだ守備の部分とかで分からないことがたくさんあるんで、その辺を早く改善してもっとチームのために貢献できたらいいなというふうに思います。本当今日のゴールは本当サポーターファンのおかげで取れたと思うんで、これを次の勝利に貢献できるように、もっともっと練習で頑張っていって、次は自分のゴールでチームが勝てるように頑張るので、応援よろしくお願いします。